ツアーでインドを旅した時の話です。ホテルはツアーが用意してくれたシラトンでした。部屋に入ると前の人が出て行った状態での案内でした。こんなこと初めてでした。翌日支配人に謝罪されることになりました。スペインの旅最後に泊まったマドリッドの日本人宿が残念でした。安いことは安かったのですが、ベッドがあるだけの狭い部屋でした。おまけに壁が薄くて咳払いの音も聞こえます。 Wi-Fi がつながらず時間の損失が多かったな。最後の宿はちょっと豪華にした方がいいかもしれません。アイルランド島を一周していた時の話です。さて、チェックインしようとしたら満室と言われてしまいます。ちゃんと予約済みです。宿のダブルブッキングのようですが、5部屋しかない B&B で言い争っていてもしょうがないので、インターネットで別の宿を探します。その別の宿が立派だなと思っていたらマナーハウスでした。ひょんなことからマナーハウスに泊まることになってしまいました。マナーハウスとは荘園領主の邸宅をホテルに利用したものです。もちろん値段は張りますが、偶然にも嬉しい経験となりました。イギリスはリバプールで3泊した時の話です。ちょっと落ち着いた感じのホテルにしました。314号室です。部屋も感じがいいが壁が薄い。宿に戻ってきて寝ようかなという夜11時です。何か変な音がするなと思っていたら上から水が。初めての経験です。レセプションに慌てて連絡し部屋を変わることになりました。その後何の謝罪もなく、そんなものなのでしょうか。エジプトのアブシンベルのネフェリタリホテルです。あまり評判の良くないホテルです。そもそもアブシンベルの地にはホテルがほとんどない。アブシンベル神殿に最も近いということで妥協するしかありません。ブッキング .com でちゃんと予約してあったのに、初めから値段交渉、おまけに支払いは機械が壊れているので現金という、近くの ATM まで連れて行ってくれました。スペイン領のカナリア諸島に行った時の話です。宿の人に迎えに来てもらう手配なのですが見当たりません。8時に到着して9時まで待ちましたが、しびれを切らしてタクシーにて宿に。宿には誰もいません。別のホテルにすべく探しに行って戻ったらいました。空港で私を見かけたという。だったら声かけてほしい。夕方到着の宿は大きなホテルにした方がいいかもしれません。モロッコのマラケシュで予約していた宿に向かう時の話です。本日の宿はこの中です。実はこの先の話が長い。 Google マップを頼りに途中入したのですが、あえなく敗退。宿がどこだか分かりません。その辺のおじさんを捕まえて宿に電話してもらいます。もちろんチップは忘れずに。宿の人に迎えに来てもらってやっと到着です。迷路の奥という宿です。地図で確認しても意味がありません。そもそも場所が違います。チェコのブルノで予約していた宿を探していた時の話です。それらしき場所に行くも鍵がかかっています。呼び鈴もありません。民宿でレセプションがないということで、事前に到着の時間を知らせてほしいとのことでしたので、昨日苦労をしながら電話したのですが、うまく伝わっていなかったのかな。近くのお店のおばさんに頼み込んで電話をしてもらいました。
ピンク色の建物がその民宿でした。携帯電話さえ持っていないので、こういうトラブルはしょうがないですね。オランダで泊まった時の話です。何の気なしに言われる通り80ユーロを払いました。後で最初の予約は 62.96 ユーロだったことに気づき、言いに行きましたが誰もいません。ボラれたかな。それからです。予約した料金を確認してから払うようになりました。宿とは関係ありませんが、近くのレストランに行った時、満席と断られました。その時はまだお客は誰もいませんでした。他にお店がないようなところだったので、カウンターの隅でとお願いして食事を済ませました。でもまだ誰もお客は来ていませんでした。キューバを旅した時の話です。空港からのタクシーの運転手さん、このホテルは No Good だと言う。確かにその通り。予約して前払いも済んでいるのに、本当かとかバウチャーを見せろと来る。その上、この部屋です。窓ありません。カーテンは飾りです。それと Wi-Fi 飛んでません。しばらく音信不通になります。キューバのリゾート感あふれるホテルです。でも何でしょう。ここでも支払い済みなのに、予約はと聞かれバウチャーを出せという。社会主義の国のせいでしょうか。サービス業というより提供してあげているという感覚なのかな。でもそれに慣れなくてはいけません。せっかくのリゾート風ホテルもその価値半減です。文句を言っても仕方ありませんが、キューバのホテルは最悪です。キューバではどこのホテルでもそんな感じなので、そんなものと思うしかありません。部屋はさておき、最悪なのはトイレ。水が出ないとは言っていましたが、前の人のが流していない。キューバのバヤモというところのホテルです。予約は、バウチャーは、その印刷したのは、とレセプションで畳みかけられます。もう慣れましたが、印刷ができない。近くにプリントショップもなさそうです。しばらく押し黙っていましたが、こちらの負けです。サンティアゴ・デ・クーバの一等地にあるホテルです。ここでもバウチャーは、から始まりますが慣れました。バラコアのレセプションでは予約はとは聞かれましたが、紙でのバウチャーは要求されませんでした。キューバで泊まったホテルの中ではまともな対応でした。バラコアの空港近くのホテルです。予約してあるのに部屋はいっぱいだという。どういうこと。悪びれもせず、いっぱいだからどうしようもないという。とりあえずレストランで食事をというが、気が気でない。食事が終わって再度確認すると、部屋が用意できたという。何なんでしょう。結局、キューバでの宿をすべて紹介することになってしまいました。ドイツのエッセンの宿の話です。レセプションはありません。電話をして暗証番号を教えてもらって、部屋の番号にあるカードキーを取り出すというものです。英語で電話するの。世の中なんとかなるものです。それなりにいい部屋です。料金もお得でした。ノルウェーのフィヨルド地域にある世界遺産ウルネスの木造教会の訪問に思ったより時間がかかり、最初に予約していた宿にたどり着けないと分かり、このホテルに空きがないか確認します。計画と行動そのものの甘さを反省します。高かったですが、なかなかいい部屋でした。
キュラソーにあるサギマガイの宿です。ホテル予約サイトの料金は違うと言い出し、20ドル余分に払わされました。そんなこと初めてです。それでしたら最初からここは予約しません。空港の迎えを頼んでいたのですが、来なかったことを言うと、あっそうという態度です。オランダ人経営のようですが、どうもオランダ人とは相性が良くない。キュラソーはカリブ海に浮かぶ島でオランダ領です。スイスのマッターホルンに行った時の話です。ツェルマットの宿はあまりにも高いので、その手前のティーシュのホテルの話です。早朝にマッターホルンを観光し、朝食に間に合うように帰ってきました。でもまあこんな遅い時間に食べる人は他に一人いましたが、レストランの給仕係の人は不機嫌です。ナイフもフォークもスプーンもありません。セルフでバスケットから取ってくるのですが、そこにもありません。もう一人の人は顔見知りのようで、別枠で卵焼きを作ってもらっていました。観光地なので放っておいても客は来るのでという態度で、そんなものですかね。いかがでしたか？トラブルにあったら諦めるしかありません。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。